ははい皆さんこんこにちは、えー、レクセン2講師の森山です、えー、今回は新しい講座こちらの1日30分携帯司法書士講座こちらの内容について説明をしていきたいというふうに思います。 えーまあ、この講座はですね1日30分、えー、講義を聞く、えー、それをですね、えーまあ、180回ですね、まあ、3か月ほど続けてもらうとおいった講座になります、まあ、通常の講座と違ってもう1回3時間とか時間を取りません、えー、ですからあ例えばあ6時間、えー、予備校に通ってもらうとそのような手間もいりません、えー、通勤通学時間に合わせて30分聞くだけです、えー、このようなな講座になっておりますというと中身はどのような講座なんだどういうことをするんだ あということが当然疑問に、えー、思うと思います、えー、今回はその内容について説明をしていきます、えー、テキストは、えー、こちらに載っている携帯司法書士、えー、私が執筆をしたあ書籍になっておりますね、えー、こちらの方で 基本的な知識試験に必要な知識は掲載されておりますですからそれを記憶をしていくんだというのが皆さん合格に必要なことではありますがこの書籍を使ってこの講座ではその法律の理解ですねこれを説明をしていきますでは一体どのような講座になるのか今回はそれを皆さんに体験してもらおうということでは おお話をしておりますまず、えー、この携帯収書書は1巻から4巻が卓一対策、えー、5巻から6巻があ期日対策ということになっておりますからあそれぞれの口座について、えー、これから皆さんにですね体験しててもらおおううといいううに思っておりますはい、次にこの内容の変更についての説明をしていきたいというふうに思いますがここで気をつけなければいけないのはこちらですまず発行する株式の全部について譲渡制限を設定するには特殊決議が必要ということですよね。 ところがこちら、発行すするる株式の全部にについて、譲渡制限規定を変更・廃止するには特別決議で足りりると書いてあります。こうやって気をつけなければいけないのは設定は特殊決議、まあ、廃止はもちろん特別決議ですけど変更も特別決議ということつまり、えー、設定 VS 変更廃止ということになっているわけですで比較してほしいのがこちら、えー、発行する株式全部について取得条項付き株式の内容を設定するには変更するには 株主全員の同意がいるで廃止をする場合には特別決議で足りるこれ読み落とさないでくださいね設定するには株主全員の同意がいるこれは先ほどお話しした通り分かりますね、えー上えー、取得条項付き株式というのはあ株主にとって非常にこう不利な内容ですだからあ株主全員の同意を得てやる必要があるんですが変更も全員の同意がいるってことつまり比べてください。 えー、こちらのですね取得条項の方は設定変更で全員の同意で廃止の場合には特別でいいんですつまり設定変更 vs 廃止なんですよ行きますよこっちは設定 vs 変更廃止、えー、こちらが設定変更 vs 廃止なんですさあ変更が違いますよね譲渡制限は変更の時には廃止と同じで特別決議でいいんだけれども えこちら取得条項の方は変更も設定と同じで全員の同意がいるヘビーな決議になっているわけですねよろしいでしょうか、えー、譲渡制限の方は設定だけがヘビーなんだあ取得条項の方は設定と変更がヘビーなんだじゃあそれはどうしてなんだということを考えていく必要があるわけですもちろん覚えればいいんだけれどもどうやって覚えるんだってことですね譲渡制限の方は設定 定するのが株主に不利なんですよ、えー、今まで譲渡できたのに譲渡できなくなってしまうじゃないかということになるわけですだからそれはもう特殊決議っていうヘビーな決議でやってよっていう話になるわけですよで変更はそんなにヘビーじゃないんですえつまりこれは今まで株主総会の決議で承認がいるんだったんだけれどもこれからは取締役会の決議になるんだというふうに変更するあるいはあ今まではですね外国人に譲渡するにはああ あるいは株主以外のものに譲渡するには会社のです、ね、証人がいるものがあそれはそういうものではなくなったよということですから内容の変更というのは大したことではないわけですよ、えー、取締役の証人が株主総会になったり株主総会があ取締役なになったりするだけですから譲渡制限がついていることには変わりがないんですねだからこれはもう一旦ついたものを変更するのは特別決議でいいやということになるわけです、えー、譲渡制限が設定されるということは今まで譲渡できなかったものが譲渡 今まで譲渡できたものがですね、えー、譲渡制限ついて会社の承認なしには譲渡できなくなるよということですからねそれに対してこちら取得条項の方は。 内容が変わるとやはり株主にヘビーなんですよ例えばですね、えー、取得条項設定する時には不利なのは当たり前なんですが変更する時でもその内容次第によってはより株主不利になるわけですね例えば今まで会社が取得する一定の自由がもう本当に起こりえないようなことだった、えー、こういうことになったら会社が取得するよあうちの会社ではそういうことが起こらないよねっていう内容だったのが 会社が定める日に取得するということに変更された。それはもう会社の自由に取得できてされてしまうではないか、なんてことになりますから、株主全員の同意がいるんだこういうことになるわけです。よろしいでしょうか。このようにですね、変更について、えー、設定の側に寄っているのか。ああ、こちらですね。えまあ、変更が廃止側に寄っているのか。あ取得条項のように、えー、設定側に寄っているのか。そこがポイントになりますからね。 はい、えー、次の問題にいきますまず登記記録を見ると所有者 A と書いてありますねで今回事実関係見るとこの A が死亡しましたと書いてありますからあやるべき登記は所有権移転登記ですね、えー、相続による所有権移転登記だろうと推測ができますで A の相続にはこう B であるということですねで次見てくださいその B が死亡しましたで B の相続には配偶者 C あるいはあ配偶者 C とこのでいいですよというふうに書いてあります さあ,あこれがでですすね2人死んでいますつまり A が死んで B が相続しているで B が死んでその相続人が C で E ですよこのような場合に皆さんが気をつけておかなければいけないのが2人死んでる場合にはどちらが先に死んだか気をつけろどちらが先に死亡したか気をつけろってことです。今回は A が 平成30年4月10日に死亡したその A を相続した B が平成30年6月26日に死亡しましたということですからこれは上から順番に順次に死んでいるいわゆるこれは数字相続の事例だということがわかりま,すこれ逆にります。ですから本試験で人が2人死んでいる場合の鉄則は必ずその順番気をつけろと。 いうことですね、えー、上から先に死んでいれば順次相続数字相続の登記申請をすることになるのに対して、えー、こちらがあ下の方が先に死んでいる場合にはこれは代、えー、相続になりますで数字相続と代襲相続に関してはあ登記申請ですね、えー、この日付が違うよとか申請のひな形が違うよというだけではなくて誰が相続ににななるるかも違ってくるんだっててくんだことになります、えー、今回は数字相続ですから A を B が相続して B を えー D、C と D と E が相続してますから配偶者 C も相続になりますがこれ大衆相続であれば 配偶者 C が相続人とととななららいということですから相続人も間違えてしまうということになりますからあそのポイントを気をつけてくださいえではあその大衆相続ではなく今回数字相続だということが分かって数字相続の申請書確認していきましょう、えー、当期の目的はもちろん所有権移転ですねで原因が平成30年4月10日 B 相続平成30年6月26日相続ということでここに B の名前が出てきますえつまり、えー、非相続人 A を B が相相続続しししてそれをさらに相続しましたよとということですねえね問題文と比較してもらうと4月10日えこれ A が死亡して B が相続した日付ですからそれをこちらに使って A を B が相続しましたでそれをさらに、えー、この6月26日付で相続しましたえ誰が相続したんですか C と D と E ですということになるわけです。 はい、えー、皆さん、いかがだったでしょうかあ1日30分携帯司法書士講座、まあ、実際の講義の内容について、えー、見てもらいました。 このように、この講義では、まず一巻から四巻で卓一対策をしていきますが。単に知識をなぞるだけではなくて、その理由だとか、発展的な知識盲点ということまで言及していきます。ですから、皆さんが携帯司法書士を単に使っていくだけではなくて。も知識を立体的にこう身につけていくことができる、そのお手伝いをさせていただきたいというふうに思います。で、五巻、六巻は記述式対策で、この講義について見てもらいましたけれども。実際にこう雛形集ではありますが、その雛形を確認するだけではなくて。 その雛形の導き方問題文の着眼点まで説明をしていきますから実際の記述問題を解くときのですねまさにこうテクニック的な面まで説明をしていきます得点直結のですね講義をしていきたいというふうに思います でこの講義、1日30分携帯使用書士講座ということになりますが、まあ、あの予備校の講義というのは本当にこう長丁場になるような講義が多いですで、時間もかかる講義が多いです、そうするとどうしてもです、ね、自分の勉強時間がなくなってしまう、仕事をしながら多くのです、ね、長時間の講義を聞くのは逆にこう自分の時間がなくなって勉強がで,す、ね、できなくなってしまうという恐れもあります。この講義は仕事をしながら あるいは家事をしながら育児をしながら忙しい方にぜひとも利用してもらって効率的に合格を目指していただきたいなというふうに思います。えー、予備校の講義はですね確かにこう時間がかかりますがその分こう合格に必要な ないこととまままでで盛りり込まれているといるう講義もありますですからこの講義では本当に合格に直結する必要不可欠な知識に絞り込んでお話をしていきますから皆さん時間を有効活用してぜひ合格を目指していただければと思います。でそれからですねこの講義は独学者の方だけではなくて例えば基礎講座中の方なんかでもですねもうワンポイント講義が欲しいなんていう方知識を整理する講義が欲しいなんて方もぜひ使っていただければというふうに思いますね。 では実際この講義で皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。